ペーター・リーベルスは、ドイツのフィギュアスケート選手。生は、リーバーストの表記もある。2014年ソチオリンピックドイツ代表。ドイツ選手権、優勝6回。兄のマルティン・リーベルスもフィギュアスケート選手で、父のマリオ・リーベルスは、東ドイツ代表として、欧州選手権や世界選手権にも出場した元、フィギュアスケート選手。2014年の夏に、 元フィギュアスケート選手のデニーゼツィン・マーマンと結婚。2015年5月1日には長男が誕生した。趣味はドイツ首と鉄道模型。2006から2007シーズンは足を怪我したため競技会に出場しなかった。2009年、2010年の世界選手権ではいずれも SP で25位だったため FS に進出することができなかった。しかし、 2011年の世界選手権では予選から出場し、SP では16位となった。SP、FS、総合のパーソナルベストをすべて更新する会心の演技を披露し、総合では15位と自己最高の順位となった。2012から2013シーズン、アイスチャレンジで国際大会初優勝。ドイツ選手権では3連覇。欧州選手権では自己最高の10位。 世界選手権では SP、FS ともにパーソナルベストを更新し11位。2013から2014シーズン、ニースハイの FS では4回転、トゥループを初成功し4位。欧州選手権では SP、FS にパーソナルベストを更新し6位。ソチオリンピックでは団体戦の SP でパーソナルベストを更新。個人戦ではそのスコアをさらに更新し、 SP5 位で最終グループ入りを果たした。FS では順位を落としたものの8位入賞を果たした。2014から2015シーズン、グランプリシリーズには2000エントリーされていたが、肩ので術の影響で出場を辞退した。ドイツ選手権は SP の後に大会を棄権した。世界選手権では5年ぶりに FS 進出を逃した。2015から2016シーズン、 スケートカナダを内転筋の張りを理由に出場辞退した。2015年ロステレコム杯は練習中に素形部の痛みがぶり返したため SP を前に棄権した。ドイツ選手権は治療のために欠場した。世界選手権は股関節の手術のために欠場。AB フィギュアスケートデイズプラス2008から2009男子シングル特本ダイエックス出版2008年9月。 B85 ハットアイスコーンセロフ、DM イン、シュトットガルトミッドレバースウントワインズナールハット、アイスコーンセロファレバースサゲットグランプリインカナダ、AB ハット、アイスコーンセロファレバースモスアパリアートワードンケーネ、WM。ありがとうございます。